ドクーレ、エルサドバドル41、ペルー41、ドイツ42、トルコ41、カナダ20、チュニジア50、ミャンマー50、シリア50、タイ今までで一番強い日本代表だろこれ。なんでタイにした？明らかにしたすぎるだろ。最初全然点入らなくてどうなることかと。こんな時期に試合してくれる相手いないし。そういうことか。森保監督になってからなんか毎回すごい点入る。正月でめでたいからな。親善試合ですらしょっぱい試合してる国はやっぱり弱い。雑魚だけ相手にして連勝無双して生きる日本人、ドイツも雑魚だぞ。韓国にボコられて日本にボコられて。今韓国がドイツをボコボコにできる？韓国ドイツ5年前の話で笑った。エンタメ業界なんて人が休みの時に営業しないでいつ営業するのかと思うが。